はい、こんにちは。管理栄養士の段でございます。本日もですね、マイプロテインの、プロテインシリーズレビューをやっていきたいと思います。今回紹介するフレーバーはですね、じゃあマイプロテインの方へ、プロテインの中でも、めっちゃなんか珍しい、何これみたいな、名前聞いたことないようなレアシリーズについてね、ちょっとレビューしていきたいと思います。今回紹介するのは4種類ですね。バノフィーですね。ストラチャテッラですね。ストロベリージャム、ローリーポリー。こちらですね、ゴールデンシロップですね。まあ一応今回はこの4種類についてちょっとレビューしていきたいと思います。ゴールデンシロップからいきますね。香りはなんかこう無臭に近いですね。じゃあ早速飲んでいきたいと思います。ですね、香りはですね、あれです、焼き菓子の焼きたてのクッキーみたいな香りがしますね。ちょっと甘い感じですね。まあ、なんか味はあれですね、メープルシロップに近いような、砂糖の味がしますね。まあ、普通に美味しいと思います。まあ、ただ、ちょっと 俺はこれを1キロ飲み続けるのはちょっと厳しいかなっていうやつですね。はい、では次はこちらです。バノフィーですね。バノフィーっていうのがですね、まあ、イギリスのですね、バナナと、まあ、なんかトフィーっていうキャラメルのようなお菓子を、まあ、合わせたワードらしいですね。まあ、なんかバナナトフィー合わせてバノフィーみたいな。味は多分バナナとキャラメルみたいな、ちょっと甘い感じのニュアンスなのかなっては思いますね。そうですね。やっぱ香りもバナナの香りがしますね。バナナはですね、この前レビューしたですね、バナナ味のプロテインより結構バナナの香りがしっかりしますね、これ。そうですね。本当にバナナキャラメルという味がぴったりだと思いますね。はい。で、ちょっとわずかにシナモンの香りがします。もうちょっと癖がありますね、なんか。バナナクリームを、なんかまあ、もっと癖を強くしたような味ですね。はい。ストラチャテッラーっていう味ですね。まあ、ちょっと調べてみたんですけど、ストラチャテッラーっていうのは、なんかどうもイタリア語らしくて、まあ、なんか、いろいろと意味があるらしいですね。まあ、なんか僕が調べた中で分かったのが、まあ、3つですね。一つがですね、チーズの名前。で、もう一つがなんか、かきたまスープのことを言うらしいですね。で、三つ目が、バニラのジェラートの中に、粒々のチョコレートが入ったものなんですよね。まあ、多分、ありえるのは3番目の、バニラジェラートの中に粒々のチョコが入ったやつのフレーバーかなって思いますね。では、早速やっていきたいと思います。ビンゴみたいですね。多分、バニラフレーバーにチョコの粒々が入ったような感じだと思います。まあ、いくらなんでも、かきたまスープはなかろう。なんかあれですね、粉の中に粒々のチョコチップみたいなのが入ってますね、これ。ご覧の通り、ちょっと見えますかね、粒々がありますね。これ多分チョコレートの粒々だと思います。結構入ってますね、これ。ああ、なるほど。これあれです、クッキー&クリーム味に似てます、すごい。クッキー&クリーム味なんですけど、濃厚な感じではないですね。ダマになりやすいかなって思います。これ、なんか他のやつに比べて、ちょっとうってなりますね。で、まあ、なんかこのチョコの粒々の感じもそんなに口の中で感じることはあんまりないですね。プティマムニュートリーションのクッキー&クリーム味と比べると、ちょっとだいぶ味は落ちるのかなって思いますね。はい。ストロベリージャム、ローリーポリーですね。一応なんか、これも調べてみたんですけど、イギリスの伝統的なお菓子らしくて、まあ、小麦粉、いろいろなんかバターとか、なんか牛の油とか、まあ、練って、で、伸ばして、生地を伸ばして、まあ、ジャムを塗って、こう、くるくるって巻く。で、焼く、みたいな感じのお菓子らしいですね。まあ、甘いお菓子なのかなっていう感じですね。結構あれです。やっぱストロベリージャムの香りはめっちゃします。ストロベリーの香りですね。こんな感じですね。やっぱ色かわいいですね。やっぱストロベリーの味がベースになってるのかな、これは。いちごミルクですね、これ。ストロベリーだけじゃなくて、そのお菓子のクッキーとか、プディングっていうんですけど、いちご味、パイ生地の味みたいな感じの順番できますね、味が。いう感じですね。はい。まあ普通に、まあ飲めますね。はい。まずくはないと思いますよ。はい。はい。というわけで、まあ一応今回4種類紹介したんですけど、まあ、
結構レアな味やけん、なんかマジで想像つかんで怖かったんですけど、まあそうでもなくて意外と飲めるようなやつが多かったですね。この動画でまあ一応なんだこの味みたいな感じで、まあ悩まれてる方にとってまあ参考になればなと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。